はい、こんばんは、山亮と申します。さあ、今日はね、もうタイトルにある通りスターステルチャンネルが大きく生まれ変わりますよという話をさせていただきます。何が起こるのかというとですね、まあ簡単に経緯を説明をしますと、まあうちのチャンネルが開設をして2年、丸2年が経ちましたんで、で500本以上ね動画を投稿させてもらってね、ほぼ毎日分ぐらいね投稿できているのかなということで、ね、まあ途中あれでしたけど、まあ11月のね下旬以降は今もずっと毎日以上ね1日1本以上の更新をさせてもらうような形でね、ちょっと、あのチャンネル登録者数のね獲得ね本格的に獲得に、動き出したりもしてるんですけど、まあ結果的に失敗に終わってるわけですね今のところ、まあ今115人かな、登録をいただいてます。まあ115人もね登録いただいてる、これはね非常にありがたいことなんですけど、まあ他のねところで、上げてます動画のね登録チャンネル登録者数の推移とかをねデータ分析した動画なんかやってますけど、まあうちのチャンネル圧倒的に失敗してるんですよね、そういう意味で言うと。もうこれもデータとして出るんで、もうはっきりと言わせてもらいます。うちのチャンネル失敗したんですわ。で、これをちょっと立て直しをね、テコ入れをしようということでございます。で、何をテコ入れするのかというと、要は、うちの今メインチャンネル、一応2チャンネルあってね、メインチャンネルともう一つ時事ネタ、政治ネタのね、日本放送っていうのをやってますけど、このメインチャンネルの方が、まあ、何でもやりますよってやってたんですけど、まあ、これは世の中のね、チャンネルが、どっちかというとジャンル特化型がダーッとね、いっぱいできていて、まあ、それに対するアンテージといいますか、うちのところはあくまで総合的にやりますよっていうのを売りにして、やっていこうということだったんですけど、これがやはり、Google のアルゴリズム的にね、良くないらしくて、非常に、評価の浮上に上がってこないということで、実際に、目に触れられない、状況が続いていると。いうことなんですね。で、この状況を改善するために、一部の、今、いろんな企画やってます。メインチャンネルで。この中で、主だったものを、チャンネルを新しく作って分けます。っていう話です。一応、テロップ作ってあります。現状、こんな感じですよね。メインチャンネルがあって、まあ、メインチャンネルの中で、いろんな、主だった企画ごとやったり、こういった雑談ごとやったり、まあ、これ雑談じゃなくて一応企画発表になってるんで、雑談の方に入ってないと思いますけど。で、それ自分で決めるんやから、今決めた。そうします。で、あとはね、郵便いろいろ雑談動画って形で、YouTube とかね、あとは、四つ目って言って、四日市のね、中心に、三重県の北中西の、情報をいろいろとお届けしますよってやってるネタ版の、コーナーとか、あとヤマペディアって言ってね、ウィキペディアのね、お任せ表示でね、いろいろとね、山田さんが語るっていうね、やつとかやってますよね。これが要はいろいろと混じっとるもんで、私は、これはあえて混ぜてたんですけど、ね、私が個人的に雑学とかそういうのが好きっていうのもあるんでしょうけど、一つのことから一つのことだけ学ぶのが嫌なんですよ。一つのことからワイドレンジでね、いろんな情報を仕入れたいっていう発想だったんで、そういう人が多いんじゃないかなと思って、うちのところは総合チャンネルっていう形でね、いろんなことをとにかくやりますよって言ってね、やってたんですけど、やはりね、これニーズに合ってねえぞということですね。まあこれはちょっと結果として出ましたんで、ですので、ね、今回から、もうちょっと順次ですね、3月19日以降、チャンネルの方をね、いろいろと振り分けてやっていこうと思います。で、どういう風に変えるかというと、ちょっとまとめになるんですけど、こんな感じです。テロップ出しておきますね。こんな感じで。今、山亮スターステルチャンネルっていうのがあります。これもしかしたらもうタイトルが、書いてあるかもしれません。今、この動画上がるときにはね、スターステルの総合チャンネルというのに変わります。これはそのままチャンネルが引き継ぎで同じ、ブランドの変更、看板の変更ですね、させてもらいますよということです。で、ここでまあ、主だった企画もの、これはまあ、やってきますよということなんですけど、あとは捨てラジもね、ここでやります。で、総合的に、いわゆるメインチャンネルはここにしますよという形で、で、そこから独立分離するような形で、YouTube ね、郵便いろいろ雑談動画で、YouTube、これを郵便いろいろ解説チャンネルという形で、新設します。新しく作ります。で、もう一つ、これがね、YouTube はすみません、3月20日以降、順次、主だった企画はね、移行させる予定にしています。今あるコンテンツのところからね。で、その後は、まあ、落ち着いた4月以降は、いろんなちょっと郵便用語のね、解説とかも追加でね、新しく
取っていこうかなというような予定でいます。で、次に4つ目ね、四日市の北中線、の情報チャンネルっていう形で、4つ目を独立させます。で、これは3月の19日から、放送を、開始する予定で今組んでます。で、3月19日に上げるやつは、すみません、この最初の1回だけちょっとテレコになっちゃったんですけど、先週の日曜日にアップロードした、あの、四日市のアスラノ鉄道の、ターミナル完全制覇になってね、やってます。あれは、まあ、四日市の企画っていうことなんで、四つ目でしてるんで、あれをちょっと、先週の日曜日やとちょっと一旦削除させてもらって、あれをちょっと第一回に、四つ目の第一回に、持っていく形で、そこからちょっと順次、あの、ターミナルのね、やつから、順次紹介する形になると思いますけど、あとはね、随時ね、あの、お店の紹介とか、あの、ね、あの、来てくださいよみたいな話とかね、いろいろ入ってくたら、それは順次動いてきますんで、この四つ目っていうのをちょっと分離させます。で、こいつはちょっと最初の一回だけ、あの、他の、いっぱいアップロード、これは多分150本ぐらいありますんで、まあ、それはちょっともうそのまま置いときますんで、うん。とりあえず新しく撮ってやって、だけから、これ4つ目始めていきます。これはもう19日から始める予定でいます。で、もう一つ、ヤマペディアね、今毎日更新するのに、あの、低品質のやつでね、パイロット版でやってますけど、あれを、まあ、その、品質のクオリティそのままになるんですけど、とにかくあれやったら簡単に毎日収録ができますんで、これは毎日更新で、ヤマペディアのやつはヤマペディアで、試しにね、毎日投稿をやることによってどれぐらい効果があるのかっていうのを見るのに、新たにもう、スタートダッシュからね、毎日、投稿するような形で、ヤマペディアやっていこうと思います。もうですね、解決ヤマペディアみたいな名前やめて、もう完全にヤマペディアっていう、チャンネルに、させてもらいます。で、やることは一緒なんですけどね。うん。で、これは3月の、すみません、ちょっといろんな事情がありまして、3月の25日の分から、中途半端なんですけど、25日から、新しく、その、ヤマペディアのチャンネルでの、更新になります。一応、ここから、ちょっとリニューアルで、いう形でさせてもらいますと。24日までは普通にですので、あの、解決ヤマペディアって形で、そのまま、この、今、ご覧いただいているチャンネルで放送があります、っていう形なんですけど、まあこれはすいません、単にアップロードとか収録して、先取りとかしてる兼ね合いです。それだけの話です。大義はありません。で、あとで一つ、日本放課後チャンネルって言ってね、あの、今政治関連はやってますけど、あれを個人チャンネルに変えます。山寮チャンネルっていう形にして、あそこで、まあ、私が、ね、個人的に思っている政治のこととか、まあ、時事ネタとか、あと雑談を、こっちの方でやって、まあ、プライベートなことを、こっちの方でやろうかな、というふうに、とりあえず、ちょっと、ここを一つ住み分けにして、やっていこうと思います。で、それらのね、ところ、まあ、いろんなところバラバラで更新になりますんで、一応、この、毎週水曜日に更新してる捨てラジの方でね、1コーナー作って、まあ、どのチャンネルでこんな動画更新されましたよっていう1週間のまとめをね、こう、紹介するようなコーナーとかを作るような形で、まとめていこうと思います。で、まあ、それぞれね、あの、ジャンルでね、ご興味いただいているもの、この動画の概要欄にリンク貼っておきますので、すべてのチャンネルの。あらかじめね、登録の方をいただいておいていただけると非常に助かりますと。いうことでね。まあもちろん全部登録じゃなくてのがね、非常にありがたいわけでございますよね。で、更新頻度はね、基本的に週末に何かしらメインのやつを上げて、まあ他にも家通りのやつとかを、まあ、随時上げれたらなと思ってます。で、まあ山ペディアは毎日アップロードして、メインチャンネルは最低週1ね、ステラジは更新をして、まああとはね、企画ものができればね、やりますし、あとはまあちょっと古い企画のね、ちょっと、リバイバルね、リマスタリングしたやつとかも、しばらく上げるような形かな。そう、にせね、あの、予算が、非常にないんでね、今。うん、で、大変ピンチなんですよね。ですので、ちょっとしばらく、あまり、主だった、あの、でかい企画みたいなのは打てないんですけども、正直。多分、ゴールデンウィークも厳しいかな。今の、財務状況だと。っていうのがありますんで。うん、まあ、その前に本当に電気止められないか心配なレベルですので、ね、今。宣言でもちょっと督促状が飛んできましたんでね。うん、なんとか、ギリギリ2日前に払いましたけど、まあ結構資金繰りかなり厳しくなってるんで、まあ何かしらでね、うまいこと、ちょっとこっちの YouTube の方もね、ちょっと、なるべくお客様にね、見やすいような形で、
取ることによって少しでもねちょっと収益化に近づけないとまあちょっと厳しいなという状況ですので、今後ともね、よろしければね、うちのチャンネルの方ね、このスターステルチャンネルね、スターステル総合チャンネルねっていう形でちょっとリニューアルをして、他のチャンネルでねこういう風にしてちょっと見やすくね、ニーズに合った、感じに仕上げることを思いますので、よろしければね、このチャンネルとね、すべてのチャンネルね、またお気に召したチャンネルね、ご登録を、チャンネル登録とかね、あとコメントね、本当にコメント大事ですね。コメントいただけるとね、やはりね、非常に励みになりますので、ぜひそちらの方もね、よろしくお願いいたします。ということでね、この動画はこれぐらいでちょっと締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。